どうも皆さんこんにちは、こんばんは。最近化粧顔よりも素顔の方がいいねって言われて嬉しいような寂しいような気持ちになっているリュウビレイでございます。前回ですね、質問箱への回答、動画で上げさせていただいたんですけども、まあそこそこ好評で質問もたくさんまた来ましたので、第2弾を早速やらせていただこうということでございまして、第2弾やるの早すぎだろうとかいう人もいると思いますけども、そういうのは古虫でやっていきたいと思います。お楽しみください、どうぞ。そうですね、ミツバチハッチはちょっと難しいかな、昆虫なんで。これもね、役者とか業界全体で考えていかなきゃいけない問題だとは思うんですけども、入場料金高くすればいいのかっていうだけの話でもないんですよね。やっぱり年金の中からお金を切り崩して見に来てくれてるおじいちゃんおばあちゃん方とか、本当に気軽に見に来れるような感じの値段設定なのが大衆演劇の、まあ、いいところでもあるんですけども、3000円はちょっと取りすぎにしても2000円前後ぐらいにはねした方がいいんじゃないかなとも思うんですが、果たして大きい劇場も小さい劇場もみんな同じ料金にしていいのかっていう話にもなってくるので、これはね、興行師さん、役者さん、劇場主さん、業界の人間みんなで考えていかなきゃいけない問題だと思ってます。これね、芸能人の不倫問題、僕も他人事とは思えないんですけどもね。でもね、僕があんま見てて思うのは、この東出さんの件に関しては3年間ですか、未成年の子相手に不倫してた、ましてや双子を妊娠してる奥さんがいるのにっていう話なんで、まあ、これに関しては叩かれてもしょうがないんじゃないかなっていう部分は多少あるんですけども、正直他人の夫婦の不倫なんてどうでもよくねって思うのが僕の意見でして、不倫して謝罪会見する意味も僕ちょっとよくわからないんですよね。誰に対して謝ってんねんっていう話でして、結局のところ夫婦の問題なんで、例えばじゃあ旦那さんが不倫した、奥さんに謝った、いいですよ、それを騒ぎ立ててるのは世間なんでね、勝手に騒いでる世間に対して世間をお騒がせしてすいません、どういうこっちゃ。この質問もね、結構聞かれるんですけども、僕自身っていうのは名前にそんなにこだわりはなくて、継ぐべき人間が継げばいいんじゃなかろうかと思ってますね。それが3代目の息子になるのか僕の息子になるのかは、彼らが大きくなってまず役者になってるかどうかも分かりませんから、その時に決める考えることだと思ってるので、正直今は継ぐべき人間がその時になって継げばいいんじゃないかなと思ってます。3月10日、明石未白館、ゲストなし、以上。君に夢中。そうですね、芝居やってる人だったら稲瀬から作れっていうところなんですけど、まあ、舞踊メインにやってる方ということなので、まあ、女方だったらですね、シンプルな夜会巻きを作るのがいいんじゃないかなと思います。片物も踊れますし洋風もいけるのでね、島だってなると本当に芸者とか片物しか踊れないというふうに限られてきますので、その辺はちょっと微妙かなと。で、立ち役をメインにやってる方であれば、まあもうシンプルに自然食の残切り、これが一番和にも洋にもいけていいんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討ください。頑張って。サウナ、マッサージ、十分な睡眠、以上。池田呉服座で万全院長兵衛をやった時に子役の長松をやっていたのは3代目南條隆の長男坊で2代目コピー隆です。ぜひ応援してあげてください。ベルエージェの皆さんは第一印象もそうだったんですけど、礼儀正しくて、でステージに対して真剣にやってる方たちだなっていうのが僕の印象ですね。はい、今月もまたコラボするので、でもしかしたらベルエージェのチャンネルとこの SPK チャンネルでコラボ配信するかもしれませんので、ぜひ動画も楽しみにしておいてください。知らねえ、てめえで聞け。どこのどなたか存じませんが、匿名で質問してくるな、役者のくせに。
で、まあこの質問に関して一つ言えることは、下積みを知ってるとか知らないとかそういう問題じゃなくて、人を思いやる心とか、そのお弟子さんたちに対する感謝の気持ちとかがあるのかないのかっていうところじゃないかなと思いますけどね。できれば直に言ってこい。わかったな。そうですね、弟子がいてよかったというよりかは、まあ、僕みたいな役者に憧れて弟子にさせてくださいと頼ってきてくれる、そういう人たちがいるということが僕にとっては嬉しいことだと思ってます。好感度アップ。練習で舞台に立てるのかっていうのはですね、まあ、その子の姿勢によりけりですかね。役者になりたいという気持ちで一生懸命やってるのであれば舞踊にも出してあげますし、まあ、お芝居のね古文なんかは必ず研修に来た子でも出すんですけども、そういう風にしてるんで、ぜひやる気があるんだったらいつでもおいでください。待ってます。お前の常識で物事を測るな。その劇団その劇団のやり方があるからな。ありえるかありえないかはお前が決めることじゃね。何でもかんでも自分の物差しで世間が測れると思ったら大間違いです。自分の常識と人の常識は違いますからね。分かったかい。そうですね、まあ、やれるならやってみたらいいんじゃないですか。ただの口の悪い一般人で終わると思いますけど。わかりません、ファンですって言ってくれた方がわかりやすいです。はい。男気、実は副座長、彼は意外と男気があります。酔っ払うとおねえ言葉ですけどね。センス回すの早いの、いや誰なんでしょうね。速さで競うもんでもないんでね、どうでもいいです。これ時と場合によりけりで、基本的には僕上から塗っちゃうんですよね。男役の時も女役の時も、その上からもう塗ってしまって上塗りっていう手法なんですけども、まあ時間があったりする時は落として一からやり直す時もありますけども、基本的に僕は上塗りという手法で上から塗ってます。食べきれないほどもらったことがないし、僕チョコ食べれません。チョコクッキーとかチョコケーキは大好きなんですけど、チョコそのものは好きじゃないです。あーこれね、よく言われるんですけどね、あれは10代の時の雰囲気とか顔だからこそっていうところもあるんでね、まあ一遍やって載せます、ツイッターかなんかに。本意ではありませんがやってみます、久々に。こういう質問結構多いんですけどね、僕たちの回っているコース、いわゆる劇場センターさんっていうのは僕たちが自分で決めてるものじゃないんで、興行師さんたちがあそこ行ってくださいここ行ってくださいっていうことを決めてるんで、まあ、こういう質問に関しては僕らに聞かれてもっていうところではありますよね。卒業っていうか、まず入学した覚えがないです。何のお話でしょうか。みんなの恋人リュウビレイです。送り出しまでおりますよ。ぜひチョコ持ってきてください。でもさっきも言ったんですが、僕チョコ食べれません。はい、できればチョコクッキーかチョコケーキにしてください。以上、みんなの恋人リュウビレイでした。ありがとうございます。